皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室、今回は反比例を復習します。小学校で反比例というのは、伴って変わる2つの量があって、一方が2倍3倍と変化すると、もう一方は2分の1倍3分の1倍と変化すると、こういう関係を反比例という、このように学習しました。これが中学校になると、 y が x の関数であり、 y が x の関数というのは x の値が決まったら y の値が1つに決まると、こういう関係ですね。この関係の時、変数 x と y の間に y イコール x 分の a と、こういう関係がある時、y は x に反比例すると言います。この時の a を反比例の比例定数と言います。この a を求める時、 a イコール xy と、つまり x と y の積、これが実は比例定数の a を求めることができる式になります。この a イコール xy 覚えておくと、問題を解くときとても便利です。では具体的な数字を使って説明していきます。括弧1、面積が18平方センチメートルの長方形の横の長さ x センチメートルと縦の長さ y センチメートルの関係を表す式。長方形の面積というのは縦×横、この計算で出しましたよね。ですから y と x をかけた積、それが18になっているということです。ですから y イコールという時、ね、この縦の長さを求めたかったら、この面積の18を x で割ってあげます。18÷x、 これを分数の形にすると x 分の18ですから、この問題をね、式で表すと y イコール x 分の18とこうなります。この y イコール x 分の18というのは y イコール x 分の a の形をとっているので、この x と y の関係は反比例しているということがわかりますよね。で、反比例の比例定数は18ということです。括弧2番です。12km の道のりを時速 x km で歩くときにかかる時間、これが y 時間。この関係を式にすると、この y というのは時間ですよね。時間は道のり割る速さ、こういう式で求めることができました。ですから y イコール道のりは12ですね。12割る速さ、時速 x km ですから x で割ると。12÷x、 これを分数の形にすると x 分の12となりますね。ですからこの関係は y イコール x 分の12とこのようになります。この y イコール x 分の12 y イコール x 分の a の形になっていますから、これも反比例の関係ということです。そして比例定数は12ですね。括弧3です。 y は x に反比例し、もう反比例するということから y イコール x 分の a の形になるということがここから分かります。そして x イコール6の時 y イコール8である、 y を x の式で表す、こうなっています。もう最初から反比例になっているので、 y イコール x 分の a という形になる、これは分かっているんですね。で、ここの y と x の部分に x イコール6、y イコール8を代入すると、8は6分の a となります。両辺に6をかけると、約分して a イコール48となるので、これは y イコールx 分の48とこのように式で表せますね。
y イコール x 分の48、比例定数は48ということです。さてこの a を求めるとき、この a イコール xy を使うと x と y、x6 で y は8ですから6848と、ね、もうすぐに48、x の y に乗っている数字の比例定数48というのが出てきますよね。ですからこちらの代入を使わなくても、この a イコール xy を知っていたら6848だから y イコール x 分で48と、このように答えを出せるわけです。次はグラフに移ります。反比例のグラフを書いてみましょう。括弧1、 y イコール x 分の6ですね。反比例のグラフを書くときも比例のグラフを書くときと同じように、このような表を作ると、座標を取りやすいです。 y イコール x 分の6、比例定数6ですよね。 x と y をかけたら6になる組み合わせ、これを縦に並べていきます。マイナス6とマイナス1、マイナス3とマイナス2、マイナス2とマイナス3、マイナス1とマイナス6ですね。で1と6、2と3、3と2、6と1と、こうなりますから、この組み合わせは座標を表していましたから、これをグラフの中に取っていきます。 x が1の時 y は6ですから、1の時6という点はここですね。そして2の時3です。2の時は3で、3の時が2ですね。そして6の時が1となります。反対側も取っていきます。マイナス1の時マイナス6、マイナス2の時マイナス3、マイナス3の時マイナス2と、でマイナス6の時マイナス1と、こうなります。このような点が取れたら、これをなだらかな線で結んでいきます。これ定規は使わないでくださいね。これをなだらかな線で結んでいくと、うまくいかなかったらごめんなさいね。皆さんは上手にやってくださいね。このようになります。反対側も同じようにやると、こういってこうですね。ちょっともうね、変になっちゃいましたけど、皆さんは上手に書いてください。このように結んでいってできたのが y イコール x 分の6、このグラフです。括弧に y イコールマイナス x 分の4、比例定数はマイナス4ですね。同じようにこの表を埋めていきます。 x と y を掛け算してマイナス4になる組み合わせです。マイナス4かける1ですね。マイナス2かける2、マイナス1かける4、反対側1かけるマイナス4と、2かけるマイナス2と、4かけるマイナス1となって、これを座標として取っていきます。 x が1の時マイナス4ですから、1の時マイナス4、この点ですね。2の時がマイナス2、2の時がマイナス2と、そして4の時がマイナス1と、こうなります。このマイナスの方も取っていきます。マイナス1の時が4ですね。マイナス2の時が2です。そしてマイナス4の時が1と、こうなって、これをなだらかな線で結んでください、ね、ちょっと難しいんですけどね、こう、うまくいきますようにということで、このような線になりますね。これはゼロには絶対くっつきませんので、この軸にくっつかないように結んでくださいね。同じようにこちら側もいきます。するとこうなってこうなります。でこれが1番ですね。こちらが2番ですね。これは2番 でこちらが1番の式と、このようになります。このようにして反比例のグラフを書くことができました。これを双曲線と呼びます。この比例定数が正の時にはこちら側とこちら側、負の時にはこちら側とこちら側にグラフを書くことになります。では今度はグラフから式を求める時ですね。これを考えてみましょう。この時も比例の時と同じように
ぴったりした座標の部分を探してください。ね、ここに3番はこういうグラフで、ここに212という、ね、ぴったりした座標のところがあって、同じ3番こちら側にはマイナス3、マイナス8という、座標があります。で4番のところはこちら側に5、マイナス6という座標、こちら側にマイナス13という座標がある。このように座標がぴったりしたところを見つけてください。そしたら A=XY、 こういう式ありましたね。アンピレーの比例定数って X と Y の積になるという、こういうことですね。ですから3番の場合 X が2、Y が12ですから A は 2×12=24 となりますね。もちろんこちらを取っても同じですね。マイナス 3×-8、 3×24 となって24になりますよね。で比例定数が24と分かったので、アンピレーの式は Y=X/24、A=XY 知っていると簡単に式作れるでしょう。で4番に行ってみましょう。4番は 5-6 という点と -13 という点があります。これも A=XY を利用しましょうか。と A=、 今度はこの点を取りましょう。 -13 ですね。 -10×3=-30 となるので、 Y=、 これ比例定数の方の時には分数の前にマイナスを出して、マイナス x/30 と、このように書きます。このマイナスも上の30につけて、この x/-30と、こういうふうに書かないようにしてくださいね。この書き方はしないで、マイナスを前に出してマイナス x/30、このように書いてください。今回は反比例について復習してみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。